子供の時スーパーヒーローパヒロに憧れていました。世界を救ってみんなを幸せにしたかったのですスーパーパワーなしには実現しない夢だったのでクリンプトン製の物体を探しに旅に出る空想にふけりました楽しかったのですが特に得たものはありませんでした大人になって SF の世界からスーパーパワーを得られないと気づきもっと役立つ真実を求めて本物の科学の旅に出ることにしました 旅の出発地はカリフォルニアでした UC バークレーが行った30年間にわたる研究では卒業アルバムの写真を考察しそこから卒業生たちの人生における成功や幸せを図りました彼らの笑顔を測定することで研究者たちは対象者の結婚に対する満足度や結婚期間または対象者の充実度や彼らの他人に対する駆り立てる力を予測することができました オババマ氏の卒業アルバムを偶然見つけました。この写真を初めて見たときはスーパーパワーの元はあの立派な襟だと思っていましたがすべては彼の笑顔に隠されていました他にもウェイン州立大学が2010年に行った研究で驚きの結果が見られました1950年代以前のメジャーリーグのプロ野球カードを調査したものです 選手が微笑んでいた期間をベースにその選手の寿命を予想できることが分かったのです。笑顔ではない選手の平均寿命はわずか72.9歳だったのに対し輝くような笑みを浮かべていた選手の平均寿命は約80歳でした。喜ばしいことに人間は生まれながらにして微笑んでいます。3D 超音波の技術を使うと地球の中で発達中の胎児が 微笑んでいるのがわかります赤ちゃんは生まれても大抵寝ながらですが微笑み続けます目の見えない赤ちゃんでさえ人間の声を聞くとにっこりします笑みは人間が持つ最も基本的で生物学的に均一に見られる表情です表情の研究の第一人者ポール・エクマンはパプアニューギニアである研究を行いました そこに住むフォレドクは西洋文化とは全く接点がなく得意の食人風習でも知られている部族ですが彼らが笑顔になる状況は私たちと同じでしたですからパプアニューギニアからハリウッドはたまた北京の現代アートで見られるように私たちはよく微笑み喜んだり満足した時に笑顔を見せるのです一日に20回以上微笑む人は一般的に全体の3分の1以上いるのですが 微笑むのは5回かという人も14、14%以下の割合でいるのです。スーパーパワーの一番の持ち主は、なんと子供です。子供の見せる笑顔の回数は、1日に400回にも上ります。笑顔が絶えない子供がそばにいると、自分まで笑顔になる回数が増える理由を考えたことはありますかスウェーデンのウプサラ大学では、笑顔の人を見ながらしかめっ面をするのは困難という研究結果が出ています。なぜかって それは笑顔は進化的に見て伝染するもので顔の筋肉のコントロールを抑えてしまうからですある笑顔を真似したり実際に微笑んでみると笑顔が本物か偽物かが分かる手がかりになるので微笑んでいる人の感情を理解することができますフランスのクレル・モンフェラン大学では真似をテーマにした研究が最近行われました被験者には 笑顔が本物かどうか当ててもらう内容で笑う時に使う筋肉を抑えるために口に鉛筆を加えてもらいました鉛筆がないと判断力は高いのに鉛筆を加えた途端笑顔の真意ができなくなり判断力も鈍りましたダーウィンは種の起源で進化論を理論化したことに加え表情のフィードバック仮説も書きましたその理論には笑顔とは気分が良い時の結果であるだけではなく 微笑むという行為自体が気持ちを上向きにさせると書かれています。ダーウィンはフランスの神経学者、ギオーム・ジュシェンヌについても触れています。その神経学者は笑顔を作り出すために電気ショックを使ったのです。それに関連したドイツでの研究ですが、MRI スキャンを使って笑顔の筋肉を抑えるボトックス注射をする前と後に脳の活動を図ったところ、ダーウィンの理論を裏付ける結果が出ました。 表情フィードバックにより感情を司る神経処理が修正されるため微笑むと気分が良くなることが分かりました笑みは脳の報酬メカニズムを刺激します喜びの誘発因子だと考えられているチョコレートでさえそのパワーは叶わないほどですイギリスの研究者によれば笑顔一つでチョコバー2000個分に相当する脳への刺激が生じるそうです それだけではなく、エミは現金1万6000ポンドを受け取るのと同じ刺激があるそうです。1回のエミで2万5000ドルとはなかなかなものです。子供は400回笑顔を見せるので、2万5000を400かけてみましょうマーク・ザッカー・パークのような気分を毎日味わっていることになりますね。チョコをバクバク食べるのとは違って、笑顔でいることが多ければさらに健康になれるのです。 笑顔はコルチゾールやアドレナリンドーパミンなどストレスホルモンを減少させエンドルフィンのような幸せホルモンを分泌し血圧を下げる働きがありますさらに笑顔の人は他者への印象が良くなりますペンシルベニア州立大学からは笑顔でいると他者に好感を与え親切に見えるだけではなく能力がある人にうつるという研究結果も出ました印象を良くして能力のある人に見られたいストレスを軽減したい結婚生活を向上させたい カロリーを摂取せずに、皇室のチョコを食べた気持ちになりたい。ひょんな場所から大金を見つけた気分を味わいたい。スーパーパワーの力を借りて、長生きしたり健康で幸せな生活を送りたい。そのように思うことがあったら、笑顔になりましょう。